こんにちは。まあ、少ない再生数で生き残っていく。まあ、手持ちのカードを使うってことに尽きると思うんですけどもね、いかがでしょうかね。で、今回はですね、白崎仁という、ローランドさんの前に一時代を築いたホスト界のカリスマの言葉をちょっと引用させてもらいたいと思います。白崎仁さん、2019年には14年ぶりにホストに復活したそうですけども、その時ね、 クラブアイ本店ではもう電話回線がパンクしたりとかね、とんでもない行列ができたりとかで、未だに伝説なんだなって感じさせますよね。いや、すごい人だと思いますよ。はい、でね、城崎さんはこういう風に言ってるんですよ。俺は自分のことを宇宙一だと思っている、ね。下の句はちょっと長いです。宇宙一だと思っていたら地球一ぐらいにはなれるかもしれない。地球一だと思っていたら世界一ぐらいにはなれるかもしれない。 世界一だと思っていたら日本一ぐらいにはなれるかもしれないし日本一だというふうに思っていたら東京一ぐらいにはなれるかもしれない。でも東京一ぐらいにしか思ってないやつは東京一にもなれないってことなんですよ。これ要約しますとね月収100万を目指して月収3万5万も安定しない人が山ほどいるってことは月収100万を目指すぐらいのポテンシャルじゃダメってことなんですよ。月収1億を目指して最終着地が 毎月の10万20万の収入ぐらいのものなんじゃないかなと思うんですよつまりは基準値を変えていかないとその今の月収100万程度を目指すようなマインドセットではとてもじゃないけどもやっていけないってことなんですよ月収100万じゃない1000万でもない未知の領域奥ってものを掴みに行くからこそ手元に落ちるのが数十万ってものが見えてくるってことなんですよね でそうやって手持ちのカードを使うことによって最初は勢いしかないしはったりしかないんだけどもだんだんと実力が備わってくると勢いやはったりを使わなくてもちゃんと自分の実績と真の力で勝負できるようになってくるまあそういったことをね私は感じますよね今私は特に古代広告使わなくてもやっていけてますんでまあやることはないですよねセルフバックでかけで報酬をちらつかしてそれで稼ぎますよみたいなことを使わなくなったのはそういうことです当時はそれしか方法がなかったし ギギリギリ嘘じゃなかったわけですよの、ね、で,でセルフバックの方法を教えますよっていうふうにタイトルで書いてもよかったんですけどもインターネットで売り上げを満タインに売れ何実績を作ったかない人は私の,あのアフィリエイトの講習を受けてくださいっていう切り口だったんですよねまあいろいろと伝え方はあるものですよ白、うん、崎仁さんすごい人だと思います未だに人気です